ただね、何2時間って結構しんどいよな。2時間立ちっぱでずっと鼻めっちゃずるずる言う。2時間って聞いた時びっくりした。え、2時間もと思って、そんないっぱい来てくれると思ったもん。しかもさ、なんか自分で行きたいメンバーを決めれるじゃないですか。そう、なんか24日、皆さんドラフト2期生の連なので来てください。ちょっと赤いよな口紅。なんかね、何こっちで見たらそんな赤くないねんけど、配信で見たら赤く見えるのか。コメンありがとうございました。こちらこそありがとうございました、来てくれて。カレンタンの生誕あの日めっちゃ間違えた死ぬほど間違えた。ちょっといろいろあってね、いろいろちょっと考え込みすぎて。そう、結構ね、あのリアルお話し会がほんまにあのこれほどでもかって声を出さないと聞こえないんですよ、声が。そう、ほんまに聞こえへんくて、いつも声が。あのね、ファンの方がマスクしてて、マスクつけてファンの方が立ってます。アクリル板があって、でちょっと2メートルぐらい離れて私たちがいるんですよ。だからアクリル板とマスクはやっぱね、二重でこうカバーされてるから、それだから結構声を張らないと、なんてってなっちゃいます。待てので吐けた時めちゃくちゃ心配したぞ。え、マジ？あの足つがつっただけです全然大丈夫です。ありがとうございます、ご心配おかけしました。やばい、ほんまに鼻水止まらへん。足がつったんです、あの一瞬で。で、なんかあの何やったっけ、ゼロサム太陽で一回足つりそうになって、そこであ来るかなと思った、足つるので、まあ大丈夫やって。で次のさ、ねってあれ名前が思い出せない、恋は災難で、そうあんまなんていうの、そんな激しくないやん恋は災難って。そう、恋は災難あんま激しくなかったから大丈夫やってんけど、待てよ、あのもうサビ行く時に足をつって、あ無理やと思って急いで履けましたそう、トレーナーさんがすぐ来てくれて、もう必死に伸ばしてもらって、でも次の曲から出れそうだったんで。そう、なんかね、うわ足つりそうっていうのが何回かあったんですよねそうだから、足つったらポカリ飲め、そうあのトレーナーさんが言ってました。それを絶対塩分取った方がいいよって。劇場のね、売ってんのかな自動販売機に、そういうアクエリアスとかポカリ系売ってくれてたらね。端のポジションでよかった、間違いない。真ん中やったらな、もう釣っても吐けられへんもんな大丈夫です全然大丈夫です。さて、なんかさ、インスタのさコメントとかでさ、なんか削除されたんですけどみたいな来たりするんですけど、あのなんていうの、変なこと書いてたりとか、
ゆずが何も思ってなくてファンの方が見て、うわこれ絶対みんな見て嫌な気持ちになるやろうなってコメントは、あの個人的に私が消させてもらってます。必要のないコメントは。なんで消されたらそう思っててください。やっぱなんかさ、目に入ったらさ嫌なコメントとかもあるはずなんですよ、ファンの方が特に。そうなんで、そういうのはコメント消してます、私が。なんであれ自分コメント消されてるって思ったらそう思っててください。はい、そう思っててください。私はね何とも思わなかった。やっぱファンの方がね、そのせいでなんかゆずのインスタ見んの辛いとか、ゆずのファンなんのちょっと距離置いとこうって思われるのも嫌なので、私は。全部見てます、いつもコメントはちゃんと、はい、そう言わななと思って、いつかは。髪型真似したい、これ全部外巻きにするだけ。消されたことない、コメントしたことない、1000回コメント1000回そう一応ね確認してます。皆さんからのコメントも見るし、はい、ということで皆さんがもうずっとおめでとうって送ってくれてるんですけど、6月29日に写真集を発売することが決定しました。イエーイ、わーい。ありがとうございます、皆さん。本当に皆さんがいつも見てくださってるおかげです。本当にありがとう、ありがとうございます、嬉しい。ね、まさか私が写真集を発売するなんてって感じですよね。私もお話を聞いた時はめちゃくちゃびっくりしました、正直。あの Amazon さんと楽天ブックスさんで発売っていうか予約開始されてるので、ぜひ皆さんゲットしてください。わ、ありがとうございます、皆さんいっぱい。もう本当に今までの私プラス大人っぽい私も含まれてるので、そういう大人っぽい私も見てもらえたらいいなって思います。本当に諦めずにここまで頑張ってよかったなって思いましたし、他にももう予約が開始されてるらしいです。グラビア初めて1年写真集決まるってすごくない？なんか私は基準が分かんないんですよ、そういう、どういう、今何の話したっけ、あそう、どれの、1年で出せるって、あすごいんやって思った。なんかどれぐらいでね出せるのがすごいんかなと思って、ゆずの中で1年出せるってすごいっていっぱい来たんですけど、でね、まさかこんなね、何ねこんなにも早く、まあ写真集出したいって私がずっと言ってたからっていうのもあるんですけど、まさか出せるなんて。本当にありがたいです。出したいって宣言して出したことが素敵。わあ、ありがとうございます。やったー。いやー、びっくりですよね。本当に私が写真集を出すなんて。そう、書き初めが叶いました。
ほんまに言葉にするのって大事やし、諦めないっていう気持ちもめちゃくちゃ大事やなって思ったので、私の中で、いやーびっくりしました。本当にまさかね、この私が出すなんて。そう、私昔ほんまに言ってましたもんね、水着絶対やりたくないって言ってたけど、結局やっぱね、何かやらないと意味ないし、ずっと避けてても意味ないし、うん、か自分の中でそこで何グラビアやってあんまり評価なかったり、あ自分とはちょっと合わへんなと思ったらやめればいいやと思ってたからなんかバズるのが全てではないけど、やっぱそこでどれだけ知名度が上がるかにもよると思うんですよ。なんで挑戦してよかったなって思いましたまあグラビア始めた時はね、いろんな方からね、まあ、いろいろ言われましたけど、昔グラビア嫌って言ってたのにって言われたけど、でもそうやって言ってた方も今ではね見てくださったりもしてるので嬉しいです。めちゃくちゃだってこの間のあの何やったっけ、あれリアルお話し会の時も NMB 知らへんけど何グラビアで知りましたって方がたくさん来てくださって、めちゃくちゃびっくりしました。ほんまに初めまして、初めまして、アマゾン嬉しいランキング1位おめでとう、ありがとうございます。嬉しい、皆さんぜひゲットしてください。たくさん私会やったら行きたい。そうね、やりたいよ。でも私会なくなった私もしたいですね。予約したら特典とかついてくる。私多分ね、もう私全然何も聞いてなくて、正直。そう、表紙もねどんなんかまだまだ分かんないんで、今のとこなんとも言えないんですけど、イベントあること祈ってます。私も祈ってます。そんなイベントあること、ぜひ関東でもお願いします。したいですね、ぜひとも。ゆずもいっぱい書きたいです。バーってサインサインを書きたい。お話変わってからのロスがすごいです。わかる。山が表紙もおめでとう、ありがとうございます。何回目やろ、5回目、5、6回目とかですかね、ありがたいことに。でもさ、山賀さん見たんですけど、私も今回の週刊マガジンの山賀さん、でも山賀激推しって書いてくれてて嬉しいなって思いました。めちゃくちゃありがたいです本当に。
皆さんにお世話になってます。軽いネタバレやろ。え、なんやろ、何、なんかさ、まあ多分応用していくけど、そういうの今のところはねちょっと何も言えないんですけど、あのどこまで言ったらいいか分からへんから山賀さんに1年で、山賀さん出て1年経ってなくって、もう何経ってなく5回は化け物よ。いやびっくりですよね本当に。そう、編集長の方も見てくださってるらしくて、ヤングマガジンの、ありがたいです本当に。ヤンマが週に2週連続の話もすごかったね。あ、2週連続で表紙させていただいたやつですね。本当にびっくりしました。それももちには報告しました。もななみにも報告してます。そう、この間ミュージカルのスタッフさんにも、そういえば今日コンビニ行ったら見つけたってすごいなって言ってくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。ナミ元気ですよ、めっちゃ。ケイトに見せれそうな内容、え、見せれると思うで全然。でケイト普通にあれやもん、オフショット見せてくださいって言ってくれたりするもんおもろい。そうだから、まあ見れるでしょ、ケイトちゃんも全然見れる、全然見れる内容です。ヤンマガのオフショットよかった、ありがとうございます。なんか前髪ボサボサくしない。そう、オフショットね、やし、何、あの私がツイッターに載せたオフショットあるじゃないですか、お風呂のお団子にしてる、あれもコジリンやったっけな、あそう、コジリンが選んでくれました、このオフショットがいいって。初見ね、ありがとう。マーチューさんにオフショット送ってない、レミさんに送ってますね。いたたたた、スコとイナスケ爪切りしましたよ。鼻水着似合ってた、ありがとうございます。鼻かゆも月刊も買ったよ、ありがとうございます、嬉しいそう、ミュージカルの時はずっとコジリンと言います。まあ6月29日やから、あとまあ2ヶ月ぐらいあるんですけど、皆さんぜひ楽しみにしてください。てかいつからビリヤード得意になったや、あれですね、あの YNN さんで1回してから調子乗りました見ました、あのヤンマガさんのオフショットみたいな動画見てくれましたか。あれもねカコンってなってためっちゃ下手くそ。あの時も私めっちゃビリヤード大好きでって言って、もうめっちゃ特技なんですって言ったけど、全部空振り一回で特技にしました、ビリヤード。同じ回何話すか最近ずっと悩んで、なんでよ、なんでもいいねんで。スピンかけたショットやねそう、もう分からへん、スピン、スピンも分からへんし、ショットも分からへん名前が分かんないんです、むずいよなビリヤードって意外と。
ゆずちゃんもしかしてミュージカル曲ハマってる？いや、あのあれにハマりました。ハイスクールミュージカル、めっちゃ面白かった。ほんまにマジで面白くて、そう、もう何ワンツースリー全部見終わりました。昨日見終わったな、スリー。グラビア、ビリヤード台でのグラビアって吉田あかりさん以来やな。え、そうな、あかりんさんもやってたんや、そこで。うん、ちょっと話がそれちゃいましたけど、皆さんぜひ写真集いっぱい買ってくださいゲットしてください。周りの方にもぜひこうやって配ってください。周りの方にもおすすめしてください。ぜひ。え、そう、白のボール入れてあかんのは知ってる？あくびしそう。カカオってほんまに？なんやろ。あと5分や。明日の声もよろしく頼みます。明日入ってんの？すごっ。すげえな、2回も当たるって。女だけど3つは買うつもり。ありがとう、優しいよ。イベントしたい、絶対。まつげ綺麗、まつげパーマしましたはい、皆さんぜひ楽しみにしててください。手振ることを心がけます。えー、来るねや、すげえ。みんななんかすごいな、2回も連続で当たるって。うん、お顔が可愛いやって、ありがとうございます明日卒業、間違えた、明日残業発生したので入れんくなって、公園入れんくなった。マジ？頑張って、お仕事頑張って、応援してます。私はずっと皆さんのお仕事を応援してます。グラビアで知りました、ありがとうございます、見てくれて。やば、あと3分や。明日はちゃんとポカリ飲むように買っていきます、ちゃんと忘れずに買います。うん、あれしますね、ランキング発表。13位、タカさんありがとうございます。12位、修造さんありがとうございます。11位、ヤマピーさんありがとうございます。10位、社長さんありがとうございます。9位、アサガさんありがとうございます。8位、キロコさんありがとうございます。7位、ミキちゃんありがとうございます。6位、トマトさんありがとうございます。5位、鳥おやじさんありがとうございます。4位、ゆかわさんありがとうございます。3位、コニタンさんありがとうございます。2位、ガルゾーさんありがとうございます。そして1位、サラちゃんありがとうございます。皆さんありがとうございます。とにかく写真集の発売を私は今日言いたかったので、よかったです、早めにできて。そう、あとね、なんかショールーム配信しないんですかって聞かれるんですけど、あのスケジュールがね、ほんまにギリギリまで分からへんくて、そう、なんとも言えない感じなんで、だからちょっと遅くはなっちゃうんですけど、ギリギリとかになっちゃう時もあるんですけど、またできるタイミングがあればしようと思ってるので、ぜひ見に来てください。その時は皆さんありがとうございました。30分でしたけど見てくださって。よし、15分だけじゃインスタライブしますね、終わってから。お稽古も頑張ってね、ありがとうございます。頑張ります、明日も公演あるので頑張ります。
配信ありがとう。こちらこそ見てくれて皆さんありがとうございました。本当にまた時間見つけて配信しようって思ってるので、その時は皆さんぜひ来てください。お願いします。あ、なんか来た。ありがとうございます。びっくり。ありがとうございます。そ、何ぐらいいつまでやっけ、あれ、あれいつまで、ちょっと待って、やばいんじゃん。お、応援メッセージみたいなやつやんな。いつまで、まあそれも時間見つけてやります。また見ますね、何ぐらいいつまでか。皆さんありがとうございました。本当にスクショタイムお願いします。OK ですか。はい、ありがとうございました。見に来てくださって。じゃあ15分、まあ15分もやらへんかな、10分15分もぐらいインスタライブすんで見に来てください。ぜひ皆さんありがとうございました。ここでお休みの方はおやすみなさい。ありがとうございます。じゃあねー。